どうもコンシェルジュです。今日はですね、うざいことは言うなっていうようなお話をしたいと思うんですけれども、うざいことを結構言っちゃう復縁のですね、相談者依頼者さんが多いです。でもちろんその彼女さん元カノさんに対してですね、うざいことをいろいろやっちゃってるので、別れてしまったんでしょうし、まあ復縁もなかなかうまくいかないっていうような方が多いと思うので、で本当にですね、うざいことは言わない、余計なこと一言付け加えるのをやめるということを心がけてください。それだけでもまた自分磨きですね、内面磨きになってきますから。で今日はですね、そのことに関してちょっと本のご紹介をしようと思いまして、見えますかね、こうか、コーチングの神様が教えるできる人の法則というような本ですけれども、マーシャル・ゴールド・スミスという方が、アメリカ人ですね、書いてる本です。でここにですね、これはそうですね、基本的には見えますかね、職場の話なんですけれども、職場でこう人間関係をうまくやりましょうねっていうことが書いてある本なんですが、これはですね、非常にこの復縁の問題、要は人とのコミュニケーションということに関しても本当に応用ができます。ですね、ちょっとこれでいい表現があったのでご紹介したいんですけれども、読みますね。口を開く前に深呼吸して、言う価値があるかと自問する。すると私が言おうとすることの 50% は正しいことであっても言う価値はゼロだということを学んだっていうことが書いてあるんですけれども、これですね、こういう本を読んだ時に、ただ読むだけじゃなくてですね、実際に行動したり実践したりしなきゃ意味ないんですけれども、でこれを読んだ時にですね、私もいろいろやってみたわけですが、考えるんですよね。何かを喋る、例えば女性に対して何か喋る前に一瞬考えてですね、今から言おうとしていることが本当にその必要なのかどうなのかっていうのを考えると、ほとんど必要ないんですね。大事なことは伝えなきゃならないですけれども、大事なことであってもですね、一旦考えて、一瞬考えてですね、で今から言おうとしているこの大切なことは、相手がそのこっちが伝えたいこと、それを額面通りに受け取ってくれるのか、それとも多分受け取ってくれないのか、どっちなんだろうって考えたりするとですね、伝えたいこと、すごく伝えたいことでも、これは今言わない方がいいなとか、言ったって伝わらないし、険悪なムードになっちゃったりとか、相手がちょっとムッとするかもしれないから、このことは別に今この状態のこの人には言わなくていいなとかですね、そういうことっていうのがものすごくいっぱいあるんです。でも普通の人ってそこまで考えて話しないじゃないですか。だから喧嘩になるんですよね、簡単に言うと。で喧嘩になったら別れるじゃないですか。でそれは仲いいカップルであればあるほどそうだと思うんですけれども、なので何でもそうです、余計なことを言わないっていうことを意識してですね、で行動していってみてください。でどうしてかと言いますと、もし復縁工作が成功して、で復縁工作が成功してというか、復縁工作結構成功するんですけれども、それで、彼女さんと会いますよ、久しぶりに、電話でもいいですね、電話でもメールでもいいですけれども、久しぶりに会いますよっていう風になった時に、その癖をですね、今このご説明したような、要は一言付け加えるのをやめる、余計な一言を言わない、それ今から自分が言おうとしているそのセリフが果たして必要なのかどうなのか、逆効果になるのかならないのかっていうのを考える訓練しとかないと、いきなりこれは発揮できないですからね、そのスキルっていうのを。ですからですね、今この動画見てる方はほとんど男性だと思うんですけれども、例えば会社の中とかでもですね、同僚と話しするとき、上司部下と話しするときに、
特に部下とかの方が多いですかね、余計なことを言わないようにしてみてください。でその訓練をしておけば復縁工作で成功した時に、じゃあその彼女さんともう一回会います、電話します、メールします、そういう時にですね、その自分の、まあ、ポテンシャルというか高め上がったそのポテンシャルですね、それが自然ににじみ出るようになりますから。でこういうようなことをですね、素直にやらない人っていうのは多分それが問題なんです。復縁できないこともそうですし、別れちゃったこともそう。素直にやればいいんですね。誰かから言われたことを素直にやればいいんです。なので私なんかこのマーシャル・ゴールドスミスさんっていう人ともちろん会ったことないですし、ジャック・ウェルチを教えたエグゼクティブコーチがリーダーの能力を飛躍的に高める注目のコーチング方法を初公開って書いてますけど、こんなの本当かどうか分かんないじゃないですか。まあ、書いてますから本当なんだと思うんですけれどもね。でもそこに書かれてることっていうのはどんどんできるところから私の場合やっていくわけですね。でやっていくと結構そのまあ効果が出るところもありますし、全然効果が出なかったりする時もあるんですけれども、出るは出るんですよ、少なくとも何かしら。で全く無意味ってことはないんですね。で自分の行動を変えるだけですから、あの費用もかかんないですし、別に時間かける必要もないじゃないですか。ただ変えるだけ、余計なことを言わないように常に心がけてみるっていうだけですから。でそれでやってみてですね、やってみて全く意味なかったら文句を言えばいいんですよ。でそれはまあ私たちの例えばホームページとかでやってみたけど全然効果が出ねえ、ふざけんなってメールしていただいてもいいですけれども、多分効果は出るんです。で効果が出なかったとしても、効果が出ませんでしたっていう結果が分かるので、それを今度自分磨きに使えるわけじゃないですか。またじゃあどういう方向でやれば効果が出るのか、それとも自分の場合はこれが効果が出ない人だったのかとか、そういう形でですね、いろいろ自分で考えていくことができるので、これはぜひやってみてください。余計な一言を付け加えるのをやめてみましょう。